じゃあ兵士はどうだったかっていうとですね、これはね、機関銃ができたとできないとこで区別した方がいいって書いてある書物を僕はヨーロッパのやつ一回読んだことがあるんですね。ああなるほどなと思ったんです。これはね、アレキサンドロスがね、ダレイオス3世と戦ったイッソスの戦いですね。これはマケドニアがね、ものすごくギリシャの後マケドニアがにアレキサンダー出てきたわけですよ、ね、これがねアリストテレスに、ね、学んだもんですからものすごく頭良くなっちゃってですね、こういう戦争をしたら勝つということが分かって、マケドニアっていう小さな国がですねインドまで行っちゃったわけです。大帝国、そこの間にですねペルシャがいたんですね。このペルシャがものすごく強い国でしたから、そこのダレイロス3世っておってですね繁栄しとったんですよ、これね。そこにこのマケドニアの王アレキサンダー、これですね、これがですね攻めてくるんですよ。もう大軍だったんです。全然平気、密集歩兵軍団っていうのを作ってですね、槍を構えてねガーッと行くんですよ。もうどうにもなんないんですね。でダレイロスはもう惨敗しましてね、奥さんから娘さんから全部捕らえられました、まあ、有名な戦いですね。しかしこの戦いの後にローマの戦いがあり、ずっとチンギスハンがあり、江戸時代がありってずっと戦ってきたんですけど、実はアメリカ南北戦争で機関銃が発見されるまでは全く同じ戦争だったと言うんです。そうですね、1対1の戦いなんです。必ず1対1だから相手を刺すか、まあ撃つかなんかして自分の前で血吹雪がバーンと上がるんですよ。これが戦争だったんですね。戦争ってのはそういうもんだったんです。ところが機関銃ができましてね、兵士が戦場から送る手紙がガラッと変わるんですよ。どういう、もう乾燥しちゃったって言うんですね。お母さん、今日は約180人を殺しましたと。こういう手紙になるって言うんですね。それまでは人間を殺す苦悩が綴られるんですよ、兵士が。だって日露戦争もそうでした。日露戦争の時も機関銃出てますけどね、白兵戦がありますね。その日露戦争の時の白兵戦というのはですね、機関銃を制圧すると日本軍がロシア の塹壕の中に飛び込んでいくんですよ。そのロシア兵というのは大体1メートル90ぐらいあるんです。日本兵はあの頃ね160センチあればいい方。そうするとね、ロシア兵のお腹に日本兵が抱きつくんですよ。白兵戦ですからね。そうするとね、ロシア兵は担当を抜いてね、日本軍の胸を刺すんですよ、ガッと。そしたら日本軍はね、刺されても離さずに2本の手でロシア軍の目をつくんですね。そしたらやっぱこれで死ぬんですよ。で両方抱いたままね死ぬっていう、こういう白衛戦が結構多かったんですよね。で白衛戦ってのはそういうもんですからね、やっぱりその中で生き残った人っていうのはね、ものすごく心理的な大きな痛手を受けるわけですね。これが銃、まあ厳密に言うとって難しいんですけど、1860年ぐらいに機関銃できますからね。それが1920年ぐらいの第一次世界大戦が終わる頃まではちょうどこうかぶってるんですけど、それで第一次世界大戦終わった後は今度白衛戦もなくなり、だんだんそれで機関銃で戦いますからね。あと爆撃機、全然自分から離れてるわけですよ。でついにイラク戦争になりましたらね、私なんかね、イラク戦争をテレビで見てるんですよ。それで巡航ミサイルがビューンといってね、ドカーンと落ちてね、そこら辺がバーンと破壊するのを見てね、ああなるほどな、この頃の巡航ミサイルはこんな性能だって言ってるんですからね、架空の戦争になっちゃうんです。兵士の大きな、ね、差はねここだと言われてるんですけど、私はそうに思いますね。兵士というものがかつてのそういう肉弾戦の兵士から、まあ、架空の戦いの兵士に変わっていく、まあ、それがまあ兵士から見ると大きな歴史の境だったと思いますね。それからね、男女から見ますとね、これ男女なんですけど、これは面白いんですね。女性は、まあ、25歳まで2人の子供を産むわけですね。これ2人産んでくれないといけないですね。お父さんお母さんの2人で子供を産みますから、1人だけだと絶滅しますんでね、日本民族絶滅しますから、まあ、2人産んでもらう。それから25歳から50歳までは女の人が2人育てるんですね。お父さんに頼んじゃいけないんです。なんていうとですね、女の人にもうすぐ文句言われるんですけど、まあそうなんですね。なぜかって言いますとね、25歳まで兵役っていうのがあったんですね。兵隊の訓練です。最近兵役っつってもね、何ですか兵役っていうのはって言われちゃうんで、いや兵役っていうのはね、兵隊の訓練のために必ず義務化されるところあるんですよ。今の韓国はそうですね。韓国1年半必ず25歳までに兵役行かなきゃいけません。これはねひどい制度なんですよ。なんでひどいかって言ったらですね、25歳までですからね、やっぱりね、野球をしたい、授業を起こしたい、勉強したい、一番大切な人生で一番大切な
自分の人生を決めるスタートを切る時ですよ。その時に1年半ね、鉄砲の練習しろなんて言うなとね、で言うけどあるんですよ。ほとんど世界中が1年半なんです。兵役は1年半なんでかって言いますと、とつき10日かける2なんですね。女性が子供を産む、そうすると産前産後1年半は損をするっていうか、まあ、損をすると言えませんがね、まあ、自分のためでもあるけど国家のためでもある。じゃあそれに対して男は何をするのと。いや、やっぱそれは国を守るために兵役をする。だからこれを義務化できるんですよ。義務化、民主主義の国で義務化するっていうことはですね、それなりの根拠がありますからね。だから女は国家のために2人の子供を産んでもらう。それには産前産後とつき10日かける2、ほぼ1年半は時間を損をする。女だけがそういうことをするのは不平等である。したがって男は義務として兵役に行く。お前がどんなに勉強したくても、事業を起こしたくても、野球をしたくてもダメだと、行けと、こうやって生かされるんですね。これがバランスだったんです。それから今度はこの25歳から50歳ね、男はね、戦死と書きましたけど、これ戦死する人と限らないじゃないか、女はみんな2人育ててるじゃないか、違うんですよ。これ同じシステムだったんです。召集令状が来たらね、必ず行かなきゃいけないんですよ。行かないと勧告なんですよ。だから行くんですね。そして行きますと鉄砲持たされるんですよ。鉄砲持って、あ、鉄砲持たされたからっつって鉄砲の手入れなんかしてたらね、そのうち戦場に駆り出されて進軍ラッパが鳴るんですよ。その向こうからね、鉄砲弾が来ても行かなきゃいけないんです。あの突撃っていうのは大体半分死にますからね。国家が個人に対してお前死ねと言われるんです。それで有名なのが巨人軍の沢村栄治さんですね。まあ、沢村栄治さんがどのくらいのスピードの球を投げたかいろいろ諸説あるけど、まあ、立派な投手であったことは間違いない。彼は3回召集されました。第1回目が日中戦争に召集されましたね、1938年ぐらいに。次は1941年太平洋戦争が始まってすぐ召集されました。これなんで召集されるかって、体が頑健な人から取りますから。だから眼鏡がかけてるとかね、腹の具合が悪いとか結核だなんて言ったら後回しですから、甲州、乙州って取ってきますからね。だから沢村投手なんかいつも甲州だからすぐ捉えちゃうんですよ。それで一回日中戦争出て肩壊してね、手榴弾投げて肩壊して、今度太平洋戦争に出て、そこでももうヘトヘトになって帰ってきて、病気がちになって帰ってきてね、3回目の時に戦争の終わりの頃に行ったんですよ。確か1944年ですよ。そして輸送船のとこで沈没して死んじゃったんですね。それは野球やりたかったでしょうね。全部夢は果たせないんです。だから戦死、この頃の男っていうのは戦争に行って死ぬことを強制されたんですよ。だからバランスしてたんですね。お母さんがですね、朝から晩まで台所を仕事してね、育児してもヘトヘト、そして夜夕方ちょうど子供を寝かしつけたと思ったら親父が酔っ払ってきてですよ、飯とか風呂とか言ったもんなんですよ。それは昔のお母さんだって腹立ちますよ。だけどじっと我慢したんです。だからまあ結構バランスしてたんです。今の男性が兵役も戦争もなくて気軽に飲んでばっかりいるから不満が来るんですね。ただこういう制度ができてたのはどっちかって言いますとね、0歳、子供を産んで18歳まで育てるのが女だったんです。でここでなんで兵役と戦死してるかって言ったらね、子供は18まで育ったら終わりじゃないんですよ。18以降があるんです。それが土地だったんですね。土地がいるんですよ。だから18まで子供を育てるのが女、産んでね、18からの職業、つまり土地を確保するのが男だったんです。まあ、日本の場合はね、まあどっちかって言いますとあの島国でしたからそんなに危険性なかったんですけど、それは中国とかね、ヨーロッパだったらもう自分の息子に土地がありませんからね、奴隷になるかなんかになるしかないんですよ。だから男と女で分業してたんですね。あなたはちゃんと子供18まで育てろよと、俺がその間土地を確保しとくからね。これが、かつての男女分業でした。でここのところに戦争というものもあったんですね。で兵士として見れば、徴兵される兵士というのはそういう過程の中で出てきたわけですよね。まあ第3回兵士としての戦争終わります。